1967年秋にフルモデルチェンジし C3 となった68年型コルベットスティングレーは、65年4月のニューヨークショーに展示されたショーモデルマーコシャーク2を想起させた。このコンセプトカーに求められていたのはグランツーリスモとしてのコルベットだった。ここにはチーフデザイナービル・ミッチェルの意向が強く働いていた。そのミッチェルの右腕として当時活躍したのは、初代スティングレーのディテールデザインを手掛けた日系人デザイナーラリー・シノダ。ミッチェルのコンセプトをもとにシノダがまとめ上げた新世代 GT のイメージがマーコシャーク2として具体化されたのである。ダイナミックでボリュームたっぷりのラインを持つエクステリア、最新エレクトロニクスの集大成ともいえるインテリアは、まさに未来のコルベット。そんなマーコシャーク2のエッセンスを組み上げた市販モデルこそ C3 コルベットだったのだ。1969年、コルベットの標準エンジンは327キュービックインチから359キュービックインチへと排気量が拡大されたが、最高出力は300馬力と変わらなかった。同時にスモールブロックのオプションも327キュービックインチの L79 から359キュービックインチの L46 へと変更された。こちらも最高出力は変わらず355馬力である。とかくビッグブロックのパワーばかりが取り沙汰されるこの時代のコルベットだが、前輪荷重が軽くハンドリングの面で有利なスモールブロックも大活躍している。ちなみに L46 の上位グレードとして、翌1970年に370馬力の LT1 が投入されるが、これは C3 のコルベットの中で最高のハンドリングと絶賛された組み合わせである。